くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、これって買っていいと思う？ネットショッピングか、またいらんものを買おうとしているのか？こないだ買った巨大な観葉植物も、倉庫で埃かぶっているじゃないか。でも、今回のはきっと大丈夫よ。ほらこれ、家でパンが作れるやつよ。予言しておくが、絶対お前は使わない。せいぜい私が2、3回使うくらいだな。きっと買ったら買ったで、意外と便利で使うと思うんだけどな。私はそういう行き当たりばったりが嫌いなんだよ。もしかしたらとか、ワンちゃんとか、そんなことを考える前に、今までの自分を振り返って身の振り方を考えろってんだよ。どうしたのよ急に、今日は妙に突っかかるじゃない。いざその時になればなんとかなるだろう。そんな見切り発車の考えが一番ダメなのが、子供に関することだ。ちょうど今回調べた事件がそんな子供に関する事件だったから、少し熱くなってしまったんだぜ。子供のこと？確かにそれはちゃんと考えないとダメなことだけど。というわけで今回は、最後の最後まで子に愛情を注げなかったそんな母親が起こした事件、荒川九段寺転落死事件を解説するぜ。それではゆっくりしていってねー。2014年12月29日の深夜のこと、東京都荒川区の隅田川に近い13階建てのマンションの最上階から、5歳の男児が30メートル以上下の地面に落下し、病院に搬送されるがその後死亡した。30メートルもの高さから男の子が落下？親御さんが目を離している隙の事故だったのかしら？事件は父親が一時家を離れている間に起きてしまったことだ。だが、当時家には子供とその母親が在宅していたんだぜ。そして警視庁捜査一課が調べを進めると、これは事故ではないことが判明するんだ。事故ではないってことは、家にいた母親が関係しているの？関係どころか、この母親が自らの手で我が子を窓から投げ捨てたんだよ。なんでそんなことを？一番可愛い我が子でしょ？夫婦が知り合った当初から、この母親には様々な問題点があったんだ。なぜこのような痛ましい事件が起きてしまったのか。犯人である母親の人物像、事件発生までの家族の生活、事件の経緯と裁判、そして母親の歪んだ生育歴などについて解説していくぜ。2007年、亡くなった男児の父親となる加藤春彦と、母親の愛は、携帯の出会い系サイトで知り合うこととなった。夫春彦はこの時50歳で、愛は27歳という年齢だ。23歳も離れているのね。なかなかの年の差カップルよ。出会い系で知り合った二人は年の差こそあれどすぐに意気投合し、その年のうちに当時春彦氏が住んでいたマンションで同棲を始めることになる。この2年後には一人息子の幸喜ちゃんが生まれ、それを機に結婚することになるんだ。この事件で犠牲になってしまう男の子ね。出会って子供ができて結婚まで、トントン拍子で進んでいるようだけど、夫婦仲は良かったってことかしら。どうやらそのようだな。ところが交際を開始するとすぐに、愛の問題行動が目立つようになる。問題行動？愛はストレスが溜まるとしょっちゅう、買い物先のスーパーなどで万引きをしたんだ。1年に1回程度のペースで、警察に逮捕されることもあったそうだぜ。いい大人が万引きで、1年に1回逮捕なんて恥ずかしいわね。さらに愛には虚言癖もあったそうだ。虚言って、嘘をつくってこと？愛は春彦氏と出会うまでに、2回の離婚歴があった。収入もないくせに、元夫たちに対して自分が子供の養育費を渡していると、春彦氏に嘘をつくことなどがあったようなんだぜ。そんなの、親密に付き合って同棲もしていたならすぐバレるわよね。なんでそんな意味のない嘘なんてつくのかしら。2009年5月には幸喜ちゃんが生まれ、翌月に2人は入籍。その1年後に、本件の事件現場となる荒川区のマンションに引っ越している。2回も離婚していて、万引き癖や虚言癖も持っていたのよね。よくそれで結婚して、子供も作ろうなんて思ったわね。実は、愛の方は結婚してからも子供が嫌い、育てたくないと言って、一貫して子供を作ることは拒否していたようなんだぜ。じゃあなんで作ったの？それは夫の春彦氏が愛を説得して押し切ったからなんだ。いざ母親になれば、きっと子供を慈しむようになるだろう、と、楽観的な考え方で愛を説得したようだ。確かに、子供ができて人生観が変わったっていう人もよくいるわよね。結局、母親になった後の愛さんはどんな感じだったの？春彦氏に押し切られる形で母親となった愛だが、一切子供に愛情を示すことはなかった。子育てに関しては、当時会社経営をしていた春彦氏が仕事をしながら面倒を見たんだ。料理、絵本の読み聞かせ、寝かしつけなど、春彦氏が子育てをしている一方で、万引きなどの愛の問題行動は繰り返され、さらに事態は悪化することになる。母親になっても、万引きなどの癖は全く治っていなかったのね。しかも、さらに事態が悪化って一体何があったの？
出産から2年後、家族の元に警察から一本の連絡が入る。それは、長らく連絡を取っていなかった愛の母親の自殺の知らせだったんだ。それ以降愛は全く食事が取れなくなり、1ヶ月で体重は23キロも落ちたそうだ。骨と皮だけのような状態になり、月経も止まり記憶障害も起こしたらしい。1ヶ月で23キロも痩せるなんて、明らかに普通なことじゃないわ。それに記憶障害なんて、まともに暮らせる状態じゃないわよね。何か手を打たないと絶対まずいわよ。治療を受ければ治るであろうと期待して、春彦氏は愛を心療内科に通わせた。息子の幸喜ちゃんには、病院で見てもらえばママは治るから大丈夫だと説明していたようだな。子供にはそのように言っておくしかないわよね。幸喜ちゃんはどんな反応だったの？父親の言葉に対して、僕がママを守ってあげるねと答えた。弱々しく痩せ細ったママを見て、自分が守らないとと思ったんだろうな。この後に起こってしまったことを考えると、とても悲しくなってくるわ。ところが、病院に通っても回復の兆しは一向に見えなかった。それどころか、それまで飲まなかった酒に急に手を出すようにもなったそうだ。ずっと飲んできたならともかく、急にお酒を飲むようになったの？四六時中飲んでいるような依存症の状態にまでなってしまい、春彦氏が種類を隠しておいてもこっそり隠れて飲むこともあったようだ。最終的には、春彦氏と会社の同僚で協力して見張ってやっと抑えたそうだぜ。もうこの時点で、通院とかなんとか悠長なこと言っている場合じゃないわよね。アル中の症状まで出てきたのなら、一度入院させるべきだったのよ。霊夢の言う通りだと思うぜ。実際、春彦氏もこの少し後には医療機関へ入院させることを決断するんだ。母親が亡くなったことで変わり果てた愛さんの姿を見て、春彦さんもついに入院させる決断をしていたってことなのね。それもあるんだが、春彦氏が入院させる決断をしたのは、事件直前に起こったある一件がきっかけとなっていたんだ。ある一件？事件直前の12月23日、都内のホテルで、春彦氏の友人が主催するクリスマスパーティーが開かれた。春彦ら家族は3人でこのパーティーに参加したんだが、その途中に突如愛が幸喜ちゃんを女子トイレに連れ込んだ。個室内に幸喜ちゃんを連れ込むとトイレの電源コードを使って、幸喜ちゃんの首を締め上げたんだ。え？え？一体どうしてそんなことを？この時は、個室内から聞こえてきた悲鳴に気づいた友人が幸喜ちゃんを助け出した。助け出された幸喜ちゃんの顔や首には、生々しいあざが残っていたそうだが、春彦氏に問い詰められた愛は、私は何もしてないととぼけて答えたんだ。こんなことがあったら、もう子供のそばには置いておけないって誰でも考えるわよね。このことがあって、春彦さんは医療機関に連絡をするのね。一刻の猶予も許されない中、春彦氏はこの6日後の12月29日の昼に、警察署に連絡をし、入院も視野に入れ医療機関の紹介を受けている。その後紹介してもらった医療機関にすぐに電話を入れたんだが、病院の院長が当日休みだったために、翌日に LINE の予約を入れ電話を終えているんだ。ちょっと待って。事件はこの日の夜に起きるのよね。だったら、この時点で即病院に向かって入院などの措置を取っていれば、事件が起こらなかった可能性も？今言っても仕方のないことかもしれないが、まさにその通りだな。この一日のズレがなかったとしたら、防げたことかもしれない。翌日の病院の予約が取れ、ひとまず目処がついたと思い春彦氏は安堵する。その晩家族3人で知人の通夜へ向かい、帰宅したのが午後9時頃。幸喜ちゃんを寝かしつけた春彦氏は、明日の病院の準備をしていたんだが、そこに風呂から上がってきた愛が声をかけてきた。何を言ったの？愛は会社に携帯を置き忘れてきたらしく、今からそれを取りに行くと伝えてきた。それを聞いた春彦氏は、愛の代わりに会社まで携帯を取りに行った。どうして幸喜ちゃんと愛さんを二人きりにしてしまったのよ。さっきの病院もそうだけど、ここで自宅に残っていれば、事件が起きなかったかもしれないわ。一人で外出させたら、途中にあるコンビニなどで万引きをしてくる可能性があったかららしい。自宅から会社までの距離はたった3分。しかし、このたった3分の距離を一人で歩かせるのも警戒するくらいに、愛の行動はおかしくなっていたんだろうな。携帯を手に会社から春彦氏が戻ってくるまでは実に20分足らず、マンションに向けて夜道を歩いていると、家の前には愛の姿があった。この時にはすでに幸喜ちゃんを、窓から下に投げ落としていたのよね。春彦氏が近づくと愛は、幸喜がいなくなっちゃったのと答えた。パパを追いかけて家から飛び出した、と説明する愛に不信感を抱いた春彦氏は、すぐさま部屋に向かう。すると寝室の窓は開いていて、部屋に幸喜ちゃんの姿はなかった。嫌な予感を感じすぐに開花に戻った春彦氏が植え込みの中を調べたところ、そこには血まみれの幸喜ちゃんがぐったりと横たわっていたんだ。
最初に言っていたけど、マンションの13階で30メートル以上の高さだったのよね。そんな高さから5歳の男の子が地面に叩きつけられたなんて、ひどすぎるわ。春彦氏はとっさにコウキちゃんを抱きかかえ、人工呼吸などを試みた。人工呼吸をしようとした春彦氏の舌を噛んできたり、小さな手で指を握り返してきたりと発見時にはまだわずかに息があったんだが、残念なことに搬送先の大学病院で死亡が確認されることになる。死因は、落下による外因性のショックであると発表されたぜ。30メートルもの高さから落ちたのだから、相当な衝撃と痛みだったはずよ。聞いているだけで涙が出そうだわ。事件当初はコウキちゃんが自ら窓から身を乗り出し階下へ落下したことも疑われていた。実際、当時在宅していたのはコウキちゃんと母親の愛だけだったし、愛自身が、転落の原因は事故だったと事件直後には証言していたらしい。状況だけ見れば確かにそう思うかもね。でも、事件の数日前には首を絞めているし、愛さんがやったと見ても不思議じゃないわ。春彦氏も、寝室の開いている窓を見たとき、直感的に愛がやったと悟ったらしい。さらに固く捜索の結果、窓枠付近からコウキちゃんの指紋は見つからなかった。このような現場の証拠から、警視庁捜査一課は愛を、コウキちゃんを投げ落とし殺した、殺人の容疑で逮捕した。殺人容疑で取り調べが始まると、愛は容疑を認めていたんだが、2016年3月14日に初公判が始まると態度を一変し容疑を否認するんだぜ。最初は認めていたのに、急に容疑を否認しだしたの？結局、裁判の結果はどうなったのかしら。コウキちゃんの年齢や体格、窓の高さからして自分で乗り越えることは不可能だった点と、捜査開始当初に愛が語った詳細な犯行内容の供述が決め手となった。東京地裁は愛の殺人罪を認定し、同月23日に懲役11年の実刑判決を言い渡したぜ。彼女がこんなことをした動機は一体何だったのかしら。もともと子供は嫌いと言っていたけど、殺すほどのものだったの？殺害動機については、長男を殺害すれば夫と二人だけの生活に戻って愛情を独り占めでき、育児のストレスから逃れられると考えたと認定されたようだな。夫と二人きりの生活を取り戻すために、コウキちゃんを事故死に見せかけて殺そうとしたってことなのね。11年の刑が確定したことで、愛は現在刑務所で罪を償っている。元夫の春彦氏の足取りについては詳しいことは分かっていないぜ。夫を独り占めするために子供を殺した。言っている意味はわかるわよ。もちろん言葉の意味はね。でも、到底納得できるような理由じゃないわ。交際の当初から問題があったみたいだし、夫を独占したい云々の前に、この愛さん自身の中に何か問題があったんだと思うけどね。それについては、愛の育った環境がもしかしたらヒントになるかもしれない。育った環境？愛の育った環境はかなり劣悪なもので、そのような環境が彼女の心を壊し、今回の事件を引き起こす原因の一つになった可能性もある。最後に、その点について解説し動画を締めくくることにするぜ。愛の母親は相当荒れた人物だったそうで、10代の頃から風俗の仕事をしていたらしい。結婚してからもそれは変わらず、愛が生まれてすぐに夫とは離婚。風俗などの夜の仕事に戻っていってしまったんだ。愛も子供に愛情を注げなかったけど、実は愛自身が親からの愛情を受けずに育ってきていたのね。結果、愛は祖父母の家や母親の実家をたらい回しにされる生活を送る。ようやく母親の元に引き取られたのは小学3年生の時。しかし母親の元には交際相手のヤクザかぶれの男が住んでいた。この男はギャンブルと酒に溺れる日も男だったらしく、愛はこの男に肉体的、性的な暴力を日常的に受けていたということだ。一緒に住んでいた母親は助けてくれなかったの？ああ、助けてくれるどころか、面白がってわざと男との性行為を愛に見せつけるようなこともあったそうだぜ。最悪。こうした劣悪な家庭環境で育った結果、愛の心は壊れてしまう。思春期の頃から窃盗行為など、いくつもの問題行動を起こすようになり、やがて春彦氏と出会うに至るわけだぜ。自分自身が親から愛情を受けずに育ったから、親として子供に愛情を向けるということが理解できなかったということなのね。彼女に必要なのは子供よりも自分に愛情を注いでくれる人間だったのかもな。だから子供を殺害してでも夫を独占したかったのかもしれない。だからといって、今回のことが正当化されるわけじゃないわよ。何があっても人殺しなんて、ましてや親が子を殺すなんてあってはいけないわ。振り返ってみれば、愛は一貫して子供に愛情がなく出産も嫌がっていた。元夫の春彦は、いざ子供ができれば愛するようになる。という楽観的な考えで出産を押し切ったが、このような考え方が悲劇を生んだとも言える。
そう考えると私には、春彦氏にも一定の責任があるんではないかと思えるんだぜ。確かに子供が生まれたことがきっかけで大きく変わる人もいるだろうけれど、一つの命を授かるということなんだから、適当に考えては絶対ダメよね。たとえどんなことがあったとしても、子供にとってはたった一人の母親だ。母親の体の状態を伝えられた時にコウキちゃんが言った。僕がママを守ってあげるねという言葉を心に刻んでおかないといけないんだぜ。ということでこのチャンネルでは世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り今後、このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。